昔の家は夏を旨とすべしと言われてたんですね。夏に過ごしやすい家が推奨されてたということですけども、どうしてだと思います？それはあなたの家をパワースポットに、ウィングホーム代表斉藤です。夏は暑いですよね。先日ここから30キロ離れている静岡県の浜松市ですけども、国内過去最高に並ぶ 41.1 度を記録しました。こんな時は外に出ないでエアコンの効いた部屋に避難するのが一番ですよね。でももしエアコンが故障したり災害などで停電してしまったとしたらどうでしょう。地獄ですよね。熱中症で病院に運ばれてしまうかもしれません。今日はそんな時でも安心して過ごせるよう、家の構造で暑さ対策、エアコンに頼らない家づくりの方法についてお話ししたいと思います。私創業した時から太陽と風と元気の出る家と銘打って、なるべく自然を利用して電気やガスに頼らない家づくりっていうのを進めてまいりました。ちょうどこれが当時のチラシですけども、太陽と風と元気の出る家書いてありますよね。一年中冷暖房に頼らない暮らしということです。これから先はパワポでお話をしたいと思います。その前に忘れないうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。昔の家は夏を旨とすべしと言われてたんですね。夏に過ごしやすい家が推奨されてたということですけども、どうしてだと思います？それは冬だったら大昔でも日によって暖を取ることができたんです。でも夏は手も足も出なかったんですよね。ですから昔の家は夏向きに作っていたということです。具体的に言うと温まりにくい家ということになります。この工夫こそエアコンに頼らない家作りのヒントとなるわけです。一番のポイントはこのかやぶきの大屋根です。かやっていうのはこういうすすきとかですね、足、こういったものを乾燥させたものを組んだ屋根になるんですけども、この茎の一つ一つの空間ですね、それと一本一本の間、ここにですね多数の空気層が存在するので、これが断熱材となります。とはいえ太陽に熱せられることで熱を持ちますよね。その時にこの大屋根の小屋裏空間が有効になってきます。まあ、簡単なイラストですけども、この茶色い部分がかやぶきの屋根ということになります。ここに小屋裏空間が存在します。太陽の日射を浴びてもこのかやぶきの屋根が断熱材の役目をして、ある程度中の人へのこの輻射を防ぐわけですけども、いずれこのかやぶきの屋根が熱くなります。この時にですね、この小屋裏空間というのが有効になるわけですね。実は輻射熱の影響は距離の2乗に反比例すると言われてますので、ここが熱くなってもこの距離ですね、この距離が長ければかやぶきの屋根が持っている熱の影響を受けづらいということです。まあ、こんな形ですね。熱源から離れれば離れるほど影響を受けづらくなるということです。例えばですね、夏の日の夕方、熱せられたアスファルトにこう手をかざすと熱を感じますよね。これだんだんこう上の方に離していくと熱も感じにくくなると思いますけども、これが距離の2乗に反比例するということです。次にですね、このかやぶきの屋根っていうのは非常に軽いもんですから、蓄熱量が低くなるわけです。ですから昼間太陽に熱せられて暑くなったかやぶきも夕方になるとすぐに冷えて涼しくなるということです。これはですね、先ほど言ったアスファルトっていうのは質量が高いもんですから、なかなか冷えないですよね。例えばトタンとかですね、質量が軽いもの、一回日向に出すとすぐ熱くなりますけども、日陰に入れるとすぐに冷える、これは質量が少ないから蓄熱量が少ないということです。そしてもう一つメリットがあるんですね。このかやぶきというのは、例えば夕立ちがあったりですね、朝水が降りたりして表面が濡れるとですね、しばらく湿ったままでいます。その後太陽が出て温められると、この湿った水分が蒸発して、その時に気化熱を奪うものですから、屋根がなかなか熱せられにくいということですね。これも先ほど言ったアスファルトと比べるとですね、すぐに蒸発してしまいますので、蒸発するまではいいんですけども、これもアスファルトで説明すると、濡れたアスファルトっていうのは乾くまでは冷たいんですけども、乾いたと一気に温度が上がりますね。土の部分っていうのはしばらく湿ってますので、その気化熱の効果っていうのが長い間持続するということです。もう一つ昔の家の特徴としては、この形状ですね、南側の庇が長いということです。昔の家は濡れ縁なんかもありましたけど、これは外ですね。家の中っていうのはこちらからこっち、濡れ縁は外になりますので、濡れ縁に日が入っても家の中が温まることがないということです。で、濡れ縁がないお宅の場合は土日差しっていうですね、南側に長く伸びた庇をつけることもありました。以上のように昔からの夏を旨とすべしという家の構造はですね、まず屋根自体で断熱をしているということ、そして大きな小屋ら空間を作って
て、その熱による影響を抑えているということ、そして南側に長く伸びた日差しによって太陽の日射を直接部屋に入れないということになります。そしてこの先人の知恵がエアコンになるべく頼らない家づくりの大きなヒントになるというわけです。この図は今のウィングホームの家の構造を簡単に示したイラストですけども、屋根ではなくて屋根の直下に断熱材を配しています。壁の方は壁の内側と外側のダブル断熱、床は床断熱として床下に通風をするという構造です。またこの屋根と屋根断熱の間には屋根換気の通風をしております。ここですね、屋根断熱することによってこの小屋裏空間というのを設けることができるんですね。そして先ほどと同じようにこの屋根自体が厚くなってもこの屋根と人との距離ですね、距離をこの小屋裏空間によって取るものですから、この輻射熱による影響をなるべく少なくできるということです。そして南側には日差しをつけることによって窓からの日射を防ぐというふうにしております。例えばですね、これモデルハウスですけども、5月中旬の写真ですね、夏至の1ヶ月前ですから、そろそろ太陽の高度が高くなって暑くなってきたぞっていう頃だと思うんですけど、この日差しによってここまで日射を防いでいますね。60センチの日差しで2メーター近くの影ができています。こちらの窓もですね、1階2階とも軒が出てますので日射は全く入らないという感じですね。こちらですけど、先日撮った写真なんですけど、8月の中旬ですね、夏至から2ヶ月後、6月の22、3日が夏至ですから、だんだん太陽の高度が下がりだしてきた、まだ下がりきってはないですけども、2階の窓には日射は入ってません。で、1階の掃き出しはですね、影がここまでですので、ちょっと下の方日が入っているということです。これが9月、10月になりますと、だんだん太陽の高度が下がっていって、どんどん太陽の日射が部屋の中に入っていって、今度は寒い時期に部屋を温めてくれるという効果を持ちます。これ同じモデルハウスの1月ですね、夏至から1ヶ月後ですから、太陽高度がかなり低い冬の一番寒いところですかね、この頃に部屋の奥まで太陽の日射を取り込むことができております。ちなみにこれは袖壁です。この空の方角、こっちの方角が西側になりますので、西日がこの窓に直接入ってくるのを防いでいます。西日っていうのは夏でもかなり高度が下がりますので、この日差しが効かなくなってくるんですね。そのためにこの西日を遮蔽するための袖壁ということで、これも一つの省エネのポイントになっております。ということで今日の話をまとめると、屋根で断熱することでこの小屋裏空間を広く取るということ、屋根の素材を選択して湿量を軽くするということ、屋根の湿量を軽くすることで蓄熱量を減らすということ、そして南側の日差しをきちっと確保することで太陽光の遮熱を図ること、これらの構造によってエアコンに頼らない暑さ対策が可能だということです。エアコンに全く頼らないということだけでなく、エアコンを仮に使うとしても使う時間帯を短くしたり、エアコンの設定温度を少し高めにするなどして電気代を浮かすことも可能となります。地球環境にも優しい省エネ効果もありますので、ぜひ新築を考えるときはご一考いただきたいと思います。今日のこの動画良かったなと思う方はグッド評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。おかげさまです。ありがとうございます。